日本理科学工業株式会社は、チョークをはじめとする文房具、事務用品の製造販売を行う企業。知的障害者の雇用に力を入れていることでも知られる。ダストレスチョークダストレスラフル1960年に、都立、青鳥用語学校卒業の2名の障害者の女性を、正社員として雇用し、以後もほぼ毎年障害者の雇用を続け、 1975年には全国初の心身障害者雇用モデル工場第1号として川崎工場を開設。1981年には美梅工場も心身障害者雇用モデル工場となった。社長の大山康弘や従業員が厚生労働大臣表彰、内閣総理大臣表彰を受けたほか、 2005年には日本理科学工業が社団法人日本フィランソロピー協会より企業フィランソロピー対象社会共生賞を受賞した。知的障害者による制裁工程のオペレーションのため、精度や工程中に使う事具などに工夫が凝らされている。現在、川崎工場は従業員47名中重度知的障害者22名、軽度知的障害者10名、 ビバイ工場は従業員28名中重度知的障害者13名、軽度知的障害者9名を雇用しており、全員が正社員で製造部門は知的障害者が主力となっている。障害者雇用率は2013年6月時点で106.5%と算出されている。なお、1960年に入社した第一期の知的障害者は、 60歳の定年を迎えた後も食卓社員としてそれぞれ68歳、65歳まで勤務していた。ありがとうございます。